こんにちは。ほんと15分間ぐらいです。ヘイアンコールガール。はい、こんな時間に珍しい。もちろんもちろんそう、ごもっともです。急いで用意しました。よいしょ、疲れちゃったにゃんにゃん、筋トレしてました。いいですね。私アンコールガールをしてました。はい、フロンティアさんのアンコールガールをさせていただいたんですけど、見てたよって方はいらっしゃいますでしょうか。すみのさんに似てる。はい、すみのさんです。はい、今日は自メイクじゃないですね。メイクさんにメイクをしていただいたので、いつもとちょっと色合いが違いますね。可愛いこのアイシャドウ。こんにちは。何配信、えショールアンコールガールしましたよ配信ですね。今何時や、時間が見れんけど、10分前になったらランキング読みしたいので、10分経ったら教えてくださいすいません。こんにちは、皆さんアンコールガールしてましたよ。こんにちは。16時3分、ありがとう。そう、アンコールガールさせていただいて、今日はフロンティアさんのメンバーさんに〇〇魂を聞いていったんですよ。この公演が大阪魂捨てたらあかん公演っていう名前なので、その魂何日なんで、皆さんのね魂を聞いていきましたメンバーさんの、そうです、後でアーカイブ見ます、お願いします。そうです、魂。ちなみに ここでやる、おやってますマネージャーさんです。お疲れ様です。はい、ちかしげさんです。ちかぽよですこんにちは。何の話しようか忘れちゃったそう、私的気になった〇〇魂は未来さんのメンバー愛魂ですね。めっちゃ揺れてんなスマホ。そう、未来さんのメンバー愛魂がねまあそれも配信のアーカイブでぜひチェックしてみてくださいお疲れ様です。ショールームです。マネージャーさんです。そう、あの話よ。私的まるまる魂なのやろ。若菜は麻雀にハマってます今。NMB48 のてっぺん取ったんで、めちゃめちゃハマってますね。7期生参戦する前からやってたんですけど、参戦して余計に。やってますね、麻雀を。ルールがね、まだ難しいけど面白い。よく覚えてきたよ、覚えてきた。うん、ちょっとずつね、ちょっとずつ。そう、勝てるようになってきた、嬉しいね。何事もね、うまくいくと嬉しいですからね。そう、麻雀全然出会えない。あー、私がもっと麻雀しますね。国士無双ね、難しいね国士無双。戦績で上がり役が分かる。おお、そうなのね。やろう、後で見よう。この後練習します、ダンスの今日麻雀どうやろう、時間があったらしようかな。時間はあるんですけど、時間の使い方がめちゃくそマンなのでね。高校生以下そこの時間 OK なのか、マネージャーさんに聞くと夏休み期間だからいいと言われて、そうなんだ、夏休みそうなのねってなりました。そうです、また夏休みですね。手疲れちゃった。
キースの T シャツを、パロディ T シャツを着てます。レッスン着ですね。めっちゃスマホ揺れるね、やめて。いや何分やろう、時間制限がありますからね、勝手に時間制限作ってます。今日お昼食べてない、朝ごはんが何食べたかな、朝何食べたっけ、わかな、覚えてない、朝何食べたやろ、寄ってきた、ごめん揺れてるもんね画面。うーん、朝食べたかな、食べてんけどな覚えてないな、ちょっと待ってな、思い出した、モヤモヤしてきた。あ、パン、さつまいものパン食べた、さつまいものデニッシュみたいなやつ食べて、めちゃめちゃ美味しかった、めちゃ美味しかった。こんにちは、にゃんにゃん、バイト前に元気出たわ、頑張ってくださいバイト、私も頑張ります、一緒に頑張ろう。お腹すいたね、ちょっとアンコールガールするちょっと前の時間ずっとお腹空きすぎてずっとグーグーになってましたね。なんかそういった、バイト前にお手洗い行こうかと思ってたけど見たいから見る、お手洗い、それはいいって、お手洗いは大事ですよ、他のもねお手洗い行きたいですからね。手がフロンティアさんのメンバーさんとのエピソード、なんやろう、でも今日はその〇〇魂を聞いていくのにたくさんお話しました、メンバーさんと、はい、なんか事情聴取みたいになっちゃいました、ミキさんに、ね、事情聴取みたいって言われちゃいました、質問攻めしすぎて申し訳ない。そうです、そうです、カレードリアいいね、ドリア好きや、代わりに携帯持ちましょうか、お願いしたい。そう出てたんです、アーカイブでぜひ、若にゃん何年生、若にゃん、若にゃんになってる、小さいつ何年生、高校3年生です。その T シャツはキース。10分間、あ、15分、10分間、そう16時10分になったら教えてください、ランキング読みをします。あくびです、やば、もう時間や、ちょっとしか消毒もできない、ごめんなさい、若にゃんの代わりに携帯持つために筋トレしてるので、みんな筋トレしてるやん、なんか若菜に当てつけですね、私筋トレが続かないから。冗談ですよ、ランキング読みしましょう。筋トレしましょう皆さん、私はしてないんですけどね。13位、杉蔵さんありがとうございます。12位、鳥親父さんですかね、漢字が鳥親父さんありがとうございます。11位、ポン吉さんありがとうございます。10位、コギミュンの大群、コギミュンかわいいよね、ありがとうございます。9位、伊賀の藤丸さんありがとうございます。8位、ふるさとのゆうさん、お久しぶりありがとうございます。7位、カフェオレさんありがとうございます。6位、あやねアットマーク若菜のトリコ、やったね、ありがとうございますあやねちゃん。5位、なゆさんありがとうございます。4位、いずみさんありがとうございます、はい、3位、しゅんさん、しゅんさんパンダでかっ、こんなパンダのアバター大きかったですか、なんか大きくなった気がしますね。3位からいっぱいお話しようのコーナーです、すごい、アバターはもうそれで覚えてるので変えないでください、ありがとうございます。2位、水色アットマーク若菜おじさん、水色さんお勉強は頑張ってください、私も勉強苦手なんですけど、ご褒美を用意したらお勉強ははかどりますね、ありがとうございます。1位、若ごり方法はい、ありがとうございます。そうですね、昨日の恋ラブ公演で若ごりっていうワードが生まれました。ゴリラは難しいですね、やらないですよ。私もまさかするとは思ってなかったです、あんな
恥ずかしい。面白かったですね。自分で面白いって言ったらあれなんですけど、できたのでデビューですね。ゴリラデビューしました。ゴリラ顔デビューですってな感じですねはい、15分間経ちましたか。筋トレの成果でパワーアバターもパワーパンパンプアップしますおもろいいや、ゴリラが可愛いのは良くないんです。ゴリラ顔面白いって言われないと意味ないよ。頑張ります。ツイッターあと500人でフォロワー1万人ですか、私ですか。あ、そうだ、ファンの方にねツイッターの1万人目指そう企画をしないって言われて、しましょう。ショールームをしてます。お疲れ様です。マネージャーさんがよく通りはるのでね、申し訳ない。かなちゃんと同い年なのさっき気づいたから、若にゃん呼びじゃなくて若子、若子はふわと同じ呼び方。そう、ツイッター1万人を目指そうっていう企画をしますかしましょうかしますかあと4分、じゃあその企画について考えますかね。どうしようかな。いつまでに1万人を目指しましょう。私特にそういうせかす企画はあまり お好みではないんですけど、どうしよう、せかしたくないからな。あと500人か。どうしようかな。じゃあ1万人ツイッターのフォロワーさん1万人目指して頑張ろう。で、ダメですか、難しい。宣伝お願いします。そしたら何やろ、何やろう、もうわからん。まあそういうのちょっと詳しくなくて、もうそわ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 ってそわそわしちゃった。てっぺんそうですね、麻雀てっぺん、麻雀てっぺんじゃない、麻雀 NMB48 麻雀てっぺん取ったんです。はじめまして、この前初めてツイッター見かけてタイプだったのにフォローしました。ありがとう。そういうことですね、ありがとう。宣伝画像作ってくださったら、じゃあいいねして、いいねします、見に行きますね。ありがとうございます。ハッシュタグ、そんな盛大な、ちょっと緊張してきちゃった考えます。あ難しい、あんまりね、ハッシュタグ考えておきます。緊張。キス好きなの、お父さんが好きでね、キスパロディ T シャツですね。これは人数が一人増えてるパロディ T シャツです。あーデビュー、わお、デビュー1周年までに、1周年までに1万人、そうしましょう。キリがいい、1と1で。もう15分経ったら終わりますこんな感じでそろそろ終わりましょうか。15分経ったはずなので、はい、皆さんお昼なのにありがとうございました。そしてあのフロンティアさんのアンコールガールもありがとうございました、はい、目指せ1にゃんにゃん、かわいい。あ、緊張してきた。ありがとうございました。曖昧に終わらせちゃった、ごめんなさい。